熊高原町は愛媛県中央部に位置する町。面積は県内市町村で最大。松山市から三坂峠を越えた南の地域、二淀川上流域にあたる。北を三坂峠を挟んで、松山市と更家峰連峰を隔てて、東温市、石槌連山を境として、西条市に接している。西は戸部町、内子町、西予市といずれも山々で接している。 南及び東は、高知県である。高知県と接しているため、町内でも、柳谷、三河などの地域では、高知県佐川町や湯洲原町などとの行き来もある。二淀川上流域であり、森林が大半を占め、渓谷に沿って集落が点在している。熊地域には、比較的なだらかな高原地域が広がり、当地域の中心地となっている。 標高1000メートルを超える四国山地に囲まれた町で、四国では比較的冷涼な気候であり、四国の軽井沢と呼ばれることもある。こうした気候を活かして、高原野菜の栽培、観光農園やスポーツ合宿などの地域活性化の取り組みが行われている。瀬戸内海式気候の愛媛県内では、降水量が多い地域である。冬季には積雪が見られる。熊高原町の地域。 二淀川上流域一帯の総称として、室町時代から、熊が使われていた。また、熊山とか、熊号とも呼ばれてきた。熊とは、もともとが、山の奥、山と山に挟まれた土地を指す言葉とされる。2004年の四町村の平成の合併に際して、熊に、高原を付して、熊高原町となった。なお、熊高原という名称は、旧。 熊町が観光レクリエーションの PR に用いてきた名称でもある。これ以前の歴史は、宮町村の記事を参照。玉水町長は出馬せず、全教育長及び町出身で元茅ヶ崎市議会議員との3名での選挙戦を制して初当選。2013年まで定数14。2004年の合併時の宮町村を区域とする選挙区が設けられていた。 各選挙区の定数は、熊、9、重川、1、三河、3、柳田に、1、上池けな5町村は、共同事務処理の実績もあり、行政同士の地域としてのまとまりはあった。軍の南西に位置する小田町は、河川流域が小田川で、他の4町村と異なること、熊町との境の国道380号の、真弓峠付近の整備が進んでおらず、 行き来の障害となっていることなどから結局は、内子町、イカザキ町との合併を選択した。そのため、合併は4町村で進められることとなった。庁舎1問題は、人口が他町村を引き離して最も多く、上受けなの中心であり、警察署、県土木事務所、県立高等学校などのある熊町の庁舎を使うことで、すんなりと決着がついた。町名では、 若干の議論があった。当初は、高原町とすることにしていたが、旧、熊町を中心に、町名再考を求める動きがあり、他の三村も、同意、再協議の結果、熊をつけて、熊高原町とした。熊高原という名称は、旧、熊町が観光 PR に兼ねてから称しており、イメージや通りも良いということから採用された。農林業を主たる産業としており、経済力は、 大きくない森林地帯であり林業が盛んであったが外在の流入木材価格の低迷などにより芳しくない干ばつ等の作業を受託する第三セクターいぶきを他の地域に先駆けて設立活用している高原の気候と松山への近さを生かした野菜等の農業が行われているトマトトウモロコシピーマンなどのほか 果樹として、リンゴ等も栽培されている。一部は、松山市等の在住者向けの市民農園や観光農園となっている。なお、熊高原町をエリアとする農業共同組合は、広域合併した松山市農業共同組合である。おもごけえ、石槌山、五三湖四国カルスと皿らがみなど春の新緑、夏の涼や秋の紅葉を求めての山岳観光は、従来から有名である。 その他、観光農園や、熊地域には、朝営ラグビー場があり、ラグビーや、陸上競技の合宿が行われることが多く、民宿も10件余りある。熊地区公民館もおもご地区公民館三河は、地区公民館やなだに地区公民館鉄道は通っていない。道庁の最寄り駅は、伊予鉄道横河原の線の伊予、立花駅、道駅より後日の路線バスに乗車する。 松山駅熊高原駅間の普通便が運行されている。かつては松山高知急行線として松山駅高知駅間で JR 急行バス南国号が運行されていたが高知自動車道の開通などにより松山高知間の特急バス路線は所要時間と快適性に勝る高速道路経由となり松山高知間の国道33号を走る急行便はなくなった。 さらに遡ると、戦後しばらくまでは、国鉄バスが西谷まで運行されており、1953年の時間表折り込みの路線図に路線と、込みという末端停留署名が見える。当時を知る関係者によると、林業景気に湧き、時には乗れない人が出るくらいお客が多かったとのことである。熊営業所から、町内の主ご、小三子方面への路線もあるが、本数は、 あまり多くない。主に通学に利用されている合格駅国道440号沿いにある熊高原町 A バスの駅。小見線の途中にある合格停留所は受験生の守り紙として毎年受験シーズン前に話題となり専用切符も売り出される。その専用切符は道路線の朝日合格合格体制の意味で解釈と二つの切符に分かれている。 簡単に解釈すれば、朝日が昇って受験をしたら合格して大きくなっていく。一般国道、編集都道府県道、編集主要地方道、一般県道道の駅、編集日本風景街道、編集大宝寺岩屋寺をも五景、五三個。学熊高原は旧熊城において使用されている観光案内場の地名であり、四国の軽井沢とも自称していた。結局、 その通り響きの良さも、相まって、平成の市町村合併後の新町名ともなった、四国八十八カ所山岳、渓谷スポーツ施設その他、ありがとうございます。